ターファームから待望のオフロード仕様エクストリーマーグレイモーションが新発売となりました。そこで本日は、純正ショックと、以前発売しております、エクストリーマー KYB と、こちらの最新作グレイモーションの乗り比べをしていきたいと思います。はい、はい、まあ今今回これでそのエクストリーマーシリーズが、はい、まあ、30ミリも入れて3種類になって、はい、もうそのユーザーの皆さん、俺どれ買うたらええねん、そうですね、もうよりどりみどりですからね、なると思うんですよ、はい、だからそのあたりをこのこういう人にはこれが向いてるよっていうのも含めて、うん、ちょっとこの、今回田中工場長も来てくれてるんで、はい、田中工場長に乗ってもらって、はい、シビアなもう忌憚のない意見を聞かせてもらって、はい、でまあ、2人もちょっと乗ってもらって、はい、お気軽な話を、そうです、ね、あのライトユーザー目線でそうそうそう、でできたらいいなと思うんで、はい、オンロードオフロード両方徹底検証やりますんで、はい、どうぞご覧ください。はい、ということで、皆さんに、純正ブラケットとKYB と、グレイとそれぞれ乗り比べていただきました。でお話を聞いていきたいと思うんですけども、まず僕の感想を言うと、やっぱ純正にブラケットかました状態で乗るのはめちゃくちゃ揺れるなと思いましたね。こう曲がった後も段差の時もなんかずっと車がどっか揺れてるみたいな感じかなと思って。秋爺は、あ、僕はね、まあ、まず純正の方はもう予想通り、うん、まあそんなめちゃめちゃ悪くはないんやけども、やっぱりそもそもがもう2インチアップしてる車に純正のショックでブラケットで上げただけやったらその減衰が足らないなって、もうなんかコーナーで常に修正してやんとあかんねん、そのコーナー入る手前でもちょっと入れるように缶ハンドルの切れ角調整せなあかんし、抜ける時も調整せなあかんし、ほんま、あ、俺変に改造した車乗ってるって感じやったのよ、うん、でまあある修正からその純正はもう予想通りやって、うん、緑の方がなんていうのね、嫌じゃないんですけどキビキビ動く感じがしましたね。車が沈んだりするのが早いでなんかなと思って、はい、乗りましたね。で緑の方はもうそれも同じように進入はもう気持ちよく進入できんねんけど、はい、そこから別に踏めないわけじゃないけど、そのままスーッと回って気持ちいいって感じで曲がっていってるって感じ、すごい抽象的やけど、うん、な感じがした、はい、だから僕、まあ、やっぱり乗るんはいろいろ乗ってるから、ね、好きなのはグレーが好きやってんけど、うん、ここ走りたいのはグリーンやった。うん、でグリーンでほんまに気持ちよくこのまま山の上登って温泉入って帰ってくるんやったらグリーンやなっていう感じはしたです、はい、KYB の、まあ、緑のショックはありますね、はい、は、まあ、グレーと違って、まあ、そもそもその減衰の調節幅がやっぱり倍近く違うんですよ。より細かく緑の方はセッティングが逆にはできるんですよね、うん、じゃあ例えばなんていうかな、シエラだったりその64だったりとかって、まあお客さんっていろんな車乗ってますよ ね、重さも違えばタイヤも違うってなった時にやっぱり一番こう普段使いでそのギャップの乗り越え性能だったりとか、普段その何気ない街の例えば信号待ちでブレーキで止まるとかっていう上でやっぱりすごいソフトやと思うんですよ。うん、で任意でいろんなことができるから、うんうんうん、今日はその真ん中で乗っててこういうとこ走らせてもらって、両方乗り比べした時に確かにグレーは僕の中ではまあスポーツ走行向け、まあ、当初のそう開発コンセプトですよ、ね、うん、にまあマッチはしてたかな。で緑の方に関してはどっちかっていうとその街乗りメインからストリートユースの方々のために作ってるショックっていうので作ってるから、その減衰の調節幅の多さが全て出てるんやろうなとは思いますよね。まあ実際そのグレーと緑がそれぞれ
減衰力が違うわけじゃないですか。そうだから同じ例えば真ん中で区切ったとしても、うん、緑のがちょっと固めに出るんですよ。なるほどね。その、はい、真ん中をどこへ持っていってるかとかにもよるから、うん、メーカーさんによっても、うん、うちのセッティングやったらやっぱりストリートユース向けで多分幅広くは対応できる、うん、でもまあ開発コンセプト的に言うとまあ狙い通りかなっていう感じかな、うん、あの KIB さんのショックの方が僕的にはいいと思う。やっぱりテラーさんは横乗りでしたけど、はい、ちょっとハンドルを握ってないんで、うんうん、結構本当感覚になるんですけど、うん、私は乗り比べて感想を言うと、まあ、グレーが一番いいかなと思ったので、まあなんでかって言ったら、まあ、あの64で、KYB さんの、うちのショックつけて今14-14でマックスで普段自分の車が、ね、自分の車普段14-14で乗ってるんですけど、うんうんうん、それと比べるとグレーの真ん中のが硬すぎず柔すぎず、衝撃のこうギャップも、うん、滑らかな感じがします。はい、やっぱ真ん中やからっていうのもあったのか、普段乗ってるのが硬すぎるのかっていうのもあるんですけど多分そっちだと思うんですけどグレーの方がいいなと思いました。でグレー僕は、セッティングあれですよね、全部グレーも緑も真ん中の状態でセッティングして乗ってると、グレーは4で緑が 8、はい、真ん中の状態で乗ってるんですけど、の状態ではグレーが一番好きでした。なんかショックが一番、あショックってあのショックアブソーバーのじゃなくてね、衝撃ね、うん、衝撃が一番少ない感じがして、ほんでグレーとグリーンを乗り比べたら、そのグレーの方はこのワインディングのコーナーでこうコーナー入ってからこれアクセル踏みたいやんっていう感じになるのよ、うん、でその車がそのまままだいけるよ俺って感じやったんだよねまあそれぞれね、グレーも緑もね、 KIB もすごい開発のコンセプトってのやっぱりあったじゃないか当初。もちろん、はい、でまあこうしたいああしたいとかってね、いろいろ案出してセッティングやっていったわけですけど、まあ今日乗ってみて、まあなんていうんかな、グレーはなんていうんかな、そのワインディングとか結局ギャップ踏むって一般走行っていうよりはどっちかって言ったらスポーツ走行ですよね、部類で言うと、うん、そういうのに対して使うっていうんであればやっぱりすごいこう滑らかっていうんかな、うん、すごいこうショックもその地面から対するこの衝撃だったりとか凹凸を きれいに拾う、拾った上ですごいこうショック本来がすごいこうキュッてこう正してくれるんですよ。だから余分なハンドル操作もいらなければこうナチュラルにいい感じに車が走っていく感じ、うん、でうんとか一般的な考え方しても、ああ、そういうことね、うん、やっぱりちょっとグレーは走る人は好むと思うんですよ、すごい、うんうんうん、まあそれぞれのショックに特性がちゃんとあるということですね。これがちゃんと乗って出るようになってるってことね。そうですね、やっぱりね、純正ってあくまでも純正の車でメーカーが作ってるからね、はい、バネを変えたらそのバネに合うまたはショックだったりとかさすべ、ね、例えばショックもを変えるんであればバネも変えましょう、うんうんうん、だってね違うもん同士でも減衰ついてるショックって結構幅広くセッティングができるから、例えば30ミリだとかいろんな幅にも、ね、合わせるし、まあ社外のね、うち以外のバネをつけていただいてもそれは合うバネも絶対出てくるから、うん、ステップアップを考えるんであれば、はいはい、ぜひ入れてほしいんですけどね、はい、用途別で、はい、ありますので。ということで、今オンロードのインプレッションやりましたので、じゃあオフロードも試してみましょう。はい、はい、はい、ということで、オフロードのテスト走行が終わりました。僕今回このオフロード、うん、全部この
潜るとか走る前にこのフラットダート一遍走ってみてからこっちに入ったのよ、はい、でまあ純正の時はもうポワンポワンしとって、うん、まあ確かに腰には優しい感じではあったんやけど、はい、うん、これは入ったら怖いよねって思いながら入ったら案の定、はい、もうめちゃめちゃ怖くて、うん、でそのまあ、僕らはそのトライアル風のラインを取ろうとするから、うん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 、だからそのモーグルをもうまっすぐもう、はい、まあ、左右がこう、うん、一交代にね、あの早いうちにもうパンパンみたいなことすんねんけど、はいはいはい、もうこうなって、あ、怖い、もうこれをしたくないって純正の感じの時、次に行けないと、うん、で次緑の時は、うん、もうこの時点で、まあ、いけるわこれっていう感じ で次こうなった時も安心はできんねんけど、そこからもう一つ登ろうとした時にうーんやめとこうかなって感じやった。でもこれはどういう挙動、あの要するに、まあ、今のヒララと一緒、はい、揺り返しが来るんや。こう来た時の揺り返しがもう純正の時はこう来た時点でうーしょーって感じやったから、はい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 、もうこれ2発目無理って感じ、うんうんうん、で緑の時はこう来た時に止まったの、うん、で止まって次こう落とした時にちょっとこれはね感覚純正ほどじゃないけどちょっと揺り返しがある感じがするんですね。そう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 、だからあの安心感はあるんやけど、うんうんうん、その早い僕らみたいなそのトライアルでタンタンって行こうとした時にではいけない。でもあれがきっと僕は試してへんけど、ゆっくりぐーっと行っとったらそうでもなかったんやと思うんやね。まず大きく言うと緑はなんていうかな、クロスカントリー向けかなと。連続したモーグルをこうテンポよく、要は流れに乗って走るようなこと、要はボディと足回りがこうやったとしたら、進んでいく上でずっとこういう動きをするような、要は長い林道やったり廃道とかそういうクロスカントリーとか行った時のそういうずっとこう動くようなところ、流れに乗って走るところは逆にその揺り返しがあるんじゃなくて、それをどんどん吸収して走るから、うん、なんてボディが揺れないような感じ。うん、どうでしたかヒラルさん。え、もう感想でいいですか。はい、いや、グレーのショックと、純正に、ブラケットをつけたやつを乗ったんですけど、うん、よかったです。グレーのショック。すいません、感想なんですけど本当に。普段ね。KYB をのマックスで乗ってるんですけど、はい、で今試乗したのも、グレーモーションの一番硬い、うん、Q でしたね、うん、Q 段階の Q でちょっと走ったんですけど、 なんていうんですかね、揺り返しが少ないっていうんですかね、うん、フラフラしない感じ、そんなにめっちゃ急なところはもちろん走ってないんですけど、デモカーなんで、けどそれでも分かる、体感できる感じのショックでしたね。車が安定してる感じがしたと、はい、はい、で、グレーはまずここ走った時にもう僕の車で SS 走ってるぐらいの心地よさ、もう自分 あのマシンと同じぐらいやと、そうそうそう、ほんでこれは楽しいぞ思ってこっち帰ってきて、はい、で同じようにこのライン行ったら大丈夫、大丈夫、そのままゴンみたいな、はい、すごく抽象的やけど、そう、めちゃくちゃ関西人出てたけど今の感じで、はい、不安がない。ほんで、まあ、とにかく、はい、そのちゃんと追従してくれてる、うん、僕らの速い動きについてきてるグレーって感じ。うん、で緑の方はその僕らみたいな速い動きにはついてこれないのかもしれないけど、うん、ゆっくりやったら十分ついてくるよねって感じはしました。うん、なるほど、はい、はい、ということでいかがですか、工場長。で、グレーはもう今ちょっとここ撮影してるのがもうトライアル場って言って、はい、限られた、要はね、圧倒的にやっぱり黒感してる人が多いと思うんですよ。うん、でそう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 、はい、でもトライアルっていう競技って向けて考えた時に、まあ手でやるとねトライアルってやっぱりこう進んで止まって切り返して曲がって、そうですね、で時にはキュッてキャンバーで止まらないといけない。じゃあ
あまりにもこういう動きをする車やったらキャンバーへ差し掛かった時に上がうんってなる、うん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 、これ落ち着きがいい悪いじゃなくて、そのみんながよく言うその硬いって表現をしたらいいんだよね。ちょっと遅れてくるみたいなことですよね、ボディが。そうそう、お釣りがあるのよね、やっぱり、うん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 、でもそのお釣りって安定とかっていうか、一般の方々とかそういう黒感してる上では、そのお釣りがないと逆に心地よくは乗れないと思う。お釣りじゃなくてね、うんうん、その吸収するのが、吸収力だけで言うと多分緑の方がいいと思う、うんうんうん、でグレーはやっぱりその吉岡さんが言ってもらったりとかっていう、フラットダートした時にハンドル切っても思うように車が曲がっていくし、外側のタイヤの食いつきもいいですよね。いいねいいね、うん、いいね。でステアケースで足回りがギュッて動いて落とし込んだ時も、こっちのタイヤがちゃんとピタッて止まって設置してくれるし、ふわふわしないから、こっちのタイヤだから落とし込んでるタイヤのグリップが効くんですよ、うんうん、だから小回りも効くし、よく曲がるし、止まる時もその減衰がちょうど相まってね、僕ちょっと真ん中でダイヤルで乗ってたんやけど、うん、十分、うん、めちゃくちゃ硬くせんでも、うん、キャンバーに持って行っても怖くないし、うんうん、意外とスタビ付きで全然乗れるぐらいにはなったかな、うんうん、まとめたらどうでしょうね。さっき言ったように、はい、まあ黒感だとか、本当にそのオンロードで言ったような街乗りは緑を使ってもらう、うん、KIB を使ってもらって、フラットダートしてたりとか、やっぱりこういうね、リンドとかあるじゃないですか、うん、こういう名刺出したら剣山とかね、うん、ああいう、ね、とこを楽しむような人とか、トライアルする人はグレーを使ってほしい、うん、ほうほうほう、なるほどね、オフロードの観点からいくと、うん、はい、っていう感想かな、うん、そうなんですよ、なんかこう皆さんのね、ちょっと感想を聞いてると、見事にトライアラーは全員グレーが好きっていうのが面白くて、まあでもそれがね、結果的に、うん、弊社のねコンセプト通りの結果になっているということでね、うん、まあそれ狙って作ってんねんもんね、はい、そうなって当然やねんけどな。まあね、今6474メインやけど、まあ、234もできるし、だから、うんうんうん、まあちょっとね乗り味ってなったら、やっぱりデモカーがこれと74になるからあれやね、まあ、ぜひね乗りに来てもらって、ね、はい、違いとかもね、はい、体感してもらえたらなとは思いますけど、はい、はいはいはい、ということでね、1日それぞれのショックの乗り味の違いを、検証してきましたけども、まあ本当にね、KYB の緑のショックとグレーモーションとそれぞれ特性があって、開発の目的通りの動きをしてくれてるというのがしっかり分かってね、はい、よかったかなと思います。それぞれ、どういう風な乗り方をするのかというのね、この動画を見ていただいたら、自分の、作りたい車にはどっちのショックを入れるべきなのかなっていうのをね、考える助けになったんじゃないかなということで、はい、はい、またいろんなね検証の動画も上げていきたいと思っておりますので、我々のね新製品の紹介もしていきたいと思っておりますので、皆様高評価とチャンネル登録の方でよろしくお願いいたします。ということで本日は、新ショックエクストリーマーグレイモーションの紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。